はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ウイニングポスト9-2020続きやっていきましょう。難易度スペシャル引き継ぎなしでやってます。2000年入ったところと、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。やっていこう。今所有の競走馬はこんな感じ。星がついてるやつが自家製サンバです。まあ今ね、私立もまあこんな感じでね、いるんですが、所有ヨークはこんな感じになってます。まあ自家製サンバだけですね。はい、まあここからはね、自家生産中心、まあ私立もちょこっと使うんですが、自家生産は多めにね、いこうかなと思います。はい、それじゃあサクサクいきましょうか。まあこの辺のレースはね、この辺っていうか、まあこの時期のレースはね、シーバね、まあいいかな。あ、オッケーオッケーオッケー、勝ちましたね。まあ3月くらいまではサクサクね進めて、ライバルね、はい、オッケー。ベテラン牝馬いいね。そうやね、ちょっとさ確認だけしようかな。あー、ウォーエンブレムいいね。はい、一応こんな感じですね。とりあえず金5枚は用意したいですよね。今がねもう金4枚なのでいけるね。はい、来年お願いします。そして3周、あ、名称ドトか、名称ドトがあるんか。はい、それじゃあネクスト。とりあえず今ね、建設に力入れたいですね。で土台をねしっかり作ってからね。うん、まあいいか。はい、それじゃあネクスト。ちょうどと出走、まあ一番人気、はい、マジ5着 OK。 さあ来ましたね、来た来た、キングミネルヴァ来た。 OK、 はい、お守りか、交換しよう。はい、これで。そして、名称ドトやね。名称ドトは、まあ一応登録はこんな感じでね。はい。1月の4週。なんか使うかな。いいか。まあ、いい、あ、有効深める使おうか。じゃあ、機種で。そうですね、機種ね、どうしようかな、機種か。さあ、それじゃあネクスト。さあ、キングミネルヴァ新馬戦、ちょっと苦しいか、これは。ダイジェストいきましょう。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ、ただ、結構来てますよね。あ、これ、いや、厳しいか。いやいや、大丈夫やろ、させるやろ。よし、オッケー、勝ってる、届いたやろ。いや、ここ勝ってほしいよね、初戦勝ったやろ、届いたやろ、これ届いてねえんだよな。はい、オッケー。まあ、新馬戦はね、何もいじってないです。お任せにしました。機種だけね、ちょっと変えたんですけどね。まあ、2戦目は問題ないでしょう。走りならね。明星オペラが出走か。2100ね。ミネルヴァね。ミネルヴァが1700いいんじゃない？で、機種はね、ちょっと変えたいよね。よし、これで OK。 3月の1周、まあいいですね。まあダートなんで焦らずいきましょう。ネクスト。
さあ出走、ここはどうだ。まあここはいいか、ネクストで。よし、勝ちましたね。今年も国内ダート、まあね、名声オペラでいきましょう。そしてキングポールが来た。キングポール来て芝で丸外初号機か。よし、騎手完璧やね。これ丸外初号機いけるよ。お、絆ね。まあ究極仕上げかな。一応ね、押さえておこう。ネクストでいいかな。あと建設は、あー、まだまだですね。ちょっと遠いね。日曜日のレース、丸外初号機、ここは勝ちたい。ダイジェストいきましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エリモジナード、さあ上がってきますよ。今日の初号機は違う。暴走モード入ったか、これ。AT フィールド全開してねえじゃん。AT フィールド全開。してないよね。はい。なんか弱気なシンジって感じやね、まだね。さあ、そしてシーバがね、出走。うん、まあここはいいかな。お、勝った。さあ、そしてキングポール。人気はある。人気はあるが、まあ G3 でどうかなっていうね。お、来てますか？いやー、来てねえか。そこが伸びいいね。2着なんとか入れないですかね。さあ一緒に上がってきて、ただねここはちょっと厳しい。2着粘れ。よし、 OKOK。 まあ悪くないですね、2着ならね。よし、キングポール、まあ頑張ったじゃない。さあそしてサイレントハンターが出走。はい、キングポールね。で、今年の期待はね、やっぱね、まあ、アルボラもね、かなり期待できるんですけどね。まあ、ディスコ、まあ、どっちも期待できるかな。なんか、絆使ってもいいね。ディスコホールの子が走る、嬉しくないですか。ディスコホールって、まあ、最初にね、選んだ2歳馬なんですが。そうやね。まあそのまま走らせて、まあキングポールもね、まあ今後期待できますよね。ディスコか。ちょっと絆見ますか。今ねちょっと余裕もありますし。いや、さすがにもったいねえわ。それはちょっと残したいな。3周いいや、ネクストで。サイレントハンターが出走。まあサイレントハンターはまあ特にもうレースも見なくてもいいですかね。シーズッツ、キングヘローじゃん。まあこれはネクストで。はい、勝ちましたね。シーバとメイセオペラか。シーバここ取れるかどうかね。まあ今年は絶好調ですからね、2連勝中と。はい、こんな感じ。その後は、こういうローテーションになってます。まあ G2 行って G1 ですね。 G1 ちょっと厳しいですけどね。で、名声オペラ出走。1600はまあ得意距離と。連覇なるか。うん、まあここ大丈夫だとね思うんですけどね。どうやね、変えよう。ポール、いやこの辺はちょっともったいないよね。やっぱ武豊がいいっすね。
スピード大ね。スピードと健康、スピードと賢さもいいよね。これでけえよな、まあ、ちょっとなんかポールに使いたい気もするけどね。スピードがねちょこっと足んないような気しますよね。賢さは十分なんですけどね、 S プラスで。いやただ貴重ですからね、さすがに SP は。騎士との絆 SP はね。まあここはいいです。はい、ネクストで。一番楽しみはね、4月1週近づいてきましたよ。さあ、名声オペラ、主走とウィンガールいますね。あとは、まあ、輝きローマン行って、うん、まあ、大丈夫じゃない ?OK、勝ちましたね。さあ、そしてシーバー、重賞3連勝なるか。久しぶりにダイジェスト見ようかな。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。シーバー、さあこれグッと来てますね。ただまあ外が来てる、粘れるか、ちょっと厳しいが粘ったね。よし、いや強いですね、3連勝ね。オッケーオッケー。まあ結構さ稼いでくれてるんじゃないですか。まあ緑のお守りでまあ十分ですよね。さあ資金もね安定してきましたね。メスオペラ行きません。はい、キングミネルバマジか、乗ってくれんね。そうか、さあアグネスフライト、まあもちろん強い、絶好調やね。お、名声超えたやつか。お、超えましたね。いい感じにね、まあ、上がってきたよと。さあポイント19,330、あ、いいですね。2万近づいてきましたね。2万でね絆コマンド1増えるんですよ。で3回になるんですよね、ひと月に。ミネルバか、ミネルバマジ厳しいなこれ。ちょっと厳しいよね。まあでもやってくれるんじゃない、なんとか。さあディスコか、まあ、この辺が楽しみ。まあ OK かなここは。はい、じゃあネクストでキングミネルバが出走、一番人気と。短い直線に入って後続は届くかどうか。オリーブ、うーん、大丈夫かな、外の伸びか。もう一伸びくっと最後に今よね。オリーブクラウディ、オリーブクラウディ、一着二着にはどうやらキングミネルバ見事に勝ちました。オリーブクラウディ、いやー厳しいね。まあこれからね。はいはいはい、あれですかね、1800から2000とかなんですかね。あの話からするとね、1800から2000、マジか、マジでそうなん。身のこなし硬いですねって言ってましたからね。 G プラスか、そうやね、まあ大体そうだよね。1800から2000とかさ、こう200ね、それしかないよね。なんか1900から2100とかね、2000から2200とかね。だからもう300しか走れないんですよ。1800、1900、2000みたいな。きついよね。
まあでもね、あのマイナスは大丈夫なんでね、走れるんですよ。プラスはちょっと厳しいんですけどね、プラス100とかなった瞬間ね、あの勝てないですよね。ただマイナスなら、まあ、400ぐらいも勝てるやつもいますし、まあこいつはどうかっていうのはあるんですけどね。はい、まあ行きましょう。 OK、 気にせず行こう。ネクスト。さあ、そしてエアシャカール出走。ここアグネスフライトがね、まあ、出てきてると。うん、いい着ね。はい、もちろん殺虫いきます。まあ一応3冠ね、あの狙っていきます。エアシャカールは、いいね。これはもう来たやろ、これ。これ買ったやろ、どっちも。はい、いいライバルね。頑張れよ、エアシャカール。さあ、ネックスト行こう。エアシャカール投資ちょっと上げるか。丸大初号機出走。逃げちゃダメだ。オッケー、勝ったわ。逃げませんでした。サイレンタタ、まあサイレンタタもいいですかね。あー、勝ちましたね。キングポール出走。そして名称ドットをね、オッケー、ライバル。さあ建設、今もうほんとこれがね楽しみですからね。そうやね、まあ上げていこうかな。12周か。はい、行きましょう。でウォーキングマシーンね、もう一つ作ろうかなと思ってます。まあ2個っすね、2個作って。まあ大体これ、あの建設しようっていうのはね、もう決めてるので、まあそのままやっていくって感じかな。その通りに、自分決めてる通りにね。やっぱ疲労回復とかね、まあそっちはね大事ですからね。さあ、キングポールが出走。その無理だね、まあローテーションとかさ、ちょっと厳しいですよって出るときあるじゃないですか。まああのローテーションも楽になりますし。4コーナーをカーブして、さあこれからです。キングポール先頭、リードは2馬身から3馬身。フレシーが懸命、まあその2周休みとかでね、の回復量とか。後続はまだ後ろ、キングポール先頭。キングポール強いじゃん。このまま押し切るか。2番手はエアカンピオーネ。キングポール強い。勝ちました。キングポール自家製3番キングポール。1着、2着はエアカンピオーネ。キングポール見事1番人気に応えました。これ嬉しいね。これは安定した走りだったんじゃない？よしよしよし。さあ、そして名称ドットね、ここテーモピラオと激突。一番人気はステイゴールドですね。一番人気ステイゴールド。OK、まあこれはネクストでいいかな。4着。さあ、そしてキングミネルバ OK。まあ今回勝てますね。あのウィープは機種大事ですから。はい、もうこれは勝てます。これはもらいました。そして名称ドトが出走と。あ、銀やね。あ、これ交換しましょう。銀使わないのでいいです。もう金と虹をちょっと集めていくって感じですね。ここはキングミネルバは OK で、あ、ポーラ、ポーラ、ポール、ポーラじゃない、ポール。ポールどうする？ポールか。ちょっと使います？これ。せっかくなんで。使おうかもうこれ。使ってやるわ俺これ。使ってやる。行きましょう。使おう。さあ、使いました。上がったね。間違いなく上がったね。よし。オッケー。
あとはまあ名称ドットなんか使ってもいいな。なんかある？そうですね。いやーもったいねえな。いやこれもネクストでいきましょう。さあお楽しみのね、4月の1週来ますよ。ああ厳しいね。さあそしてキングミネルヴァが出走。ここは人気ある。さあ大事そう。これね大丈夫、これ勝てるよ。オッケーオッケー、余裕ですね。これは強いわ。よし、ちょっとこれね話聞きたいですね。で、期待してるんですよ、キングミネルヴァ。うん。さあ、まあダートはね走ると。ああオッケーオッケー。ミネルヴァっていう名前ですからね、負けるわけにはいかねえ。ドラゴンナイトよ。オッケー。はい、収入まあ1億5000万、まあまあね稼いでると。さあ誕生しました。どう？ああシアマゾンの子ね。あーシーキングザパールいいね。そしてアルボラ、アルボラいいっすね。あとは、ああ、シーツね。住所一つ届いたかな。なんかそんな感じでしたよね。ああ、オッケー。まあまあいいんじゃない？でも、ロゼカラーもいいね。うん、ちょっとどれ使おうか、ちょっと迷いますね。はい、そしてサイレントハンターが出走。ライバルは？サイレントハンター。勝てるやつおる？ねお守りで一応ね史実がねこいつが、ああそうですね、住所一つね。まあそうですね、まあ、セール出しますかね。さあそして日曜日のレース、サイレントハンターが出走。ここを久しぶりにちょっとサイレントハンターの走り見ますか。あスティンがいてファレノプシスね、まあ、もちろん史実は多いんですが、まあ、綺麗な逃げが決まるかどうか。4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。サイレントハンター先頭、残り200。さあ後ろ来てないね、全く来てないこれ。つかさサイレントハンター強えな。強いっすね。ここまで勝ち続けるとねもう負ける気しないですよね。成長もしてますしね。まあ、今このさウィニングポスト9の2020やってるじゃないですか。ただ俺ねあの8の調教あったじゃないですか。調教あれ結構好きでしたよ俺。調教面白かったよね、まあ、そう実況してる時ね、あの全てっていうのはちょっと厳しいので、まあ、毎年1頭とか2頭だけね、こいつとこいつだけは調教していくみたいな。はい、ライバルねビクトリーロードよ。究極仕上げはまあ結構溜まってきてるので、サイレントハンターがまあこんな感じですね。めちゃくちゃ成長したねこれね、恐ろしいね。まあここまで来るとやっぱ使いやすいよね。
さあここからまあゆっくり休んで G1 ですね。 G1 狙いに行きましょう。 G14 勝目投げてます。でこれ同歩だ。うん、まあ、最初じっくり使ったのが良かったね。まあこの辺ですかね。この辺とりあえず G3 出そうですね。 G2G はまだちょっと厳しいという話をして使って、まあ、そうです G2 使ってたんですよね。はい、それじゃあネクストで、5月1週まで今回やりますかね。で動画外で種付けはね、終わらせておきます。さあキングポール出走来ましたね。さあこれ楽しみじゃない。もうあえてもぶつけます、エアシャガールに。2歳チャンピオン。さあアグネスフライト、第3の、そしてイーグルカフェで、エアシャガールいると。エアシャカールは所有してるんですけどね、もうライバルですから。俺こういうの好きなんでね、自分が所有してる C2 と戦わせるみたいなね。そう、海外とかからも買ってくるんですが、お守り使って買ってきて自家生産戦わせるみたいな。よし、エアシャカールライバルみたいなもんですからね。もちろんポールをね応援してますよ。さあ行こう。さあポール頑張れよと。人気は4番人気か。悪くないですね。悪くない悪くない。まあ上は強敵が揃ってますね。1,2,3 は。まあシーツの有名どころが揃ってると。さあ、ゴー。カーブして、さあ直線コースに入りました。あと200メートル、一気に後続が抑え。いやー厳しいわ。粘り込みを図ります。ちょっと厳しいね。3着。3着5着やったね。はい、ちょっと話聞こう。了解、行きましょう。キングポールはね、ちょっとどうしようかな。ダービー行くか、距離適正ちょっと厳しいかもしれないですよね。あ、丸外勝利これちょっと厳しいやろ。これは厳しいよ。いや俺金5枚キープで、ちょっとここはまあ虹には変えないです。そしてでキングポールやね。あ、そうですよね。1400か2100、厳しい厳しい。アグネスデジタル、エアトゥーで、うん、まあ行きましょうよ。うん、どんどんぶつけていこう。この後ちょっと4週くらい休ませて、そして初号機やね。初号機とりあえずこれで。さあじゃあネクスト行きましょう。まあここはいいです、何も使わずに。そして丸外初号機、あ、まあ人気あるね。でもねぼちぼちね、人気ありましたね。はい、そしてシーバー、実はちょっと厳しいか。人気はある。ちょっと見ますか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アンブラソンは先頭。さあシーバー上がってきてますよ。最後の追い比べ、先頭は大気トレジャー、あと200メートル。ただちょっと苦しいか。3着なんとか、3着エルフジヤマ差し切った。オッケー。エルフジヤマ1着、2着にはどうやら大気トレジャー。勝ったのはエルフジヤマ、シーバ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。はい、3着ね、いいんじゃないですか。3着
あ、そして5月、種付けはね動画でやっておきます。今施設もね、まだそんな充実ってほどはしてないんですけどね、まあぼちぼち進んできてるんでね。はい、天皇賞春、さあテーマオペラを本格化、リトルヒーロー、そしてステイゴールド、確かな先行力で名称ドットよ、いいね。テーマオペラオには負けん。名称ドットが この辺持ってないですからね、さすがにね。そやね、もうこれでいきましょう。はい、ということで、いやちょっとこれ見せとくか。名声がね今はい1万1000でしたね。この辺やね。はい、一応まあこんな感じか。まあ順位もね悪くないんじゃないですか。はい、3位に入ってると。牧場は大したことないやろ。はい、牧場はもう下の方ですね。はい、まあ、トスね増やしていきましょう。ということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。